クランです。ようこそ。本日は空中酒場にお邪魔しました。はい、ところでなんですけれども、はい、ところでなんてあなたちょっとなんかいいことあったんけ、なんか いいことあります。何いいことあったんですか。嬉しそうや、嬉しそうやね、なんか、うん、どうしたの。7年ぶりに引っ越しました。7年。そう、初めて引っ越したのじゃん。そう、初引っ越し。わーお、もう、おー大臣すぎる。じゃあね、空中坂も上昇しましたということで、はずひくんちに行ってみたいと思います。よっしゃということで、本日の企画、アップテンポ VS バラードカラオケ採点バトル。バラードチーム、アップテンポチーム、ここにまあ2対2で分かれていただいて、計2回戦でございます、うん、でだから各チーム2曲ずつ歌って、うん、でそれの点数の合計で、うん、どっちが勝つのか。バラードの方が採点取りやすいみたいなイメージないですか、うん、まあね、確かにアップの方がむずいよ。そうとかもあるし、だ実際のところどうなんやところを検証していきたいという対決企画ですね、はい、でじゃあ、こっち側2人がバラードチーム、はい、こっち2人がアップテンポチーム、よし、はい、いきたいと思います。じゃあ先攻後攻決めない。じゃあじゃんけんしてもらって。頭からつま先までの衝撃の稲妻。やっぱ俺たちの攻めもアップテンポでいこうぜ。先攻先攻。それではやっていきましょう。イエスショータイム。ちょっとね、じゃあ早速ですが選曲していきたいと思います。あ、それこそさ、あれとかどうですか、アニソン50曲メドレー、うん、これで歌ってたペイスさん。おーおー、あれ全部剣士ね、剣士。わかるもん、わかるめっちゃんだ。わかる、わかる、わかる。剣士ちょっと待って、曲わかるって何回も聞いてたけどさ、あ、わかるわかるわからんって3回目わかるよね。わからんもん、どっちやよっしゃよっしゃ、俺らピースさん行こうぜ。そしてキロワカだしね。忘れずに通り過ぎてたあの飛行機も不思議なくらいに覚えてる意味もないのに、なぜか答えなくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命がさらばってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、一瞬この一瞬生き返る気ならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行け、遠くへ行け、と僕の流れ誰か変わった、どうしようもないようなやつに、いつだって目を離した君が二度と悲しまないようにもなる、そんな気を94.623 でございました。じゃあ高校港健二は1曲目、菅田将暉さんの虹です。よっしゃ、よっしゃ、はい、泣いていいんだよそんな一言に、僕は救われたんだよ本当にありがとう。情けないけれど君を思うことだけで明日が輝く、ありのままの二人でいいよ、ひだまり見つけて遊ぼうよ、ベランダで水をやる君の足元に小さな虹、ねえ一生そば食べるから、一生そばにいて離れないように一生懸命きつく結ぶ
あぶねえってピンってきたの、なんかピンってきて何と思った。何ちょっと1曲目大事だよね。なあ、うっ、これは私、え、お、え、あ、え、あ、あ、うわー、1曲目、砂崎さんの虹、こちら点数が 92.606 でございました。まあ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 1回目はこんな感じですね。はい、はい、じゃあ続いて2回戦目、はい、ここで俺らがずっこけた場合はこれワンチャン分かんないですから、ま、そうね、はい、はい、ということで僕たちアップテンポチームが歌う曲は「いけない太陽」。ほぼ DJ 音ほぼこれでしょ。ちょっといいから見せてくれたか、お前のサクセスのもんで俺メロメロ震えちゃいそうでもいけないのちょちょい高鳴る鼓動止められないわ。壊すぶとめの記憶と口の動きに揺れ動く濡れた髪を撫でた、そしてああ ABC 続かない、そんなんじゃダメじゃない、時間じゃない俺の戦士、そんなもんじゃない熱く胸張れないよ、きっと君じゃなきゃ嫌だよ、俺はいけない太陽、絡み合う人は君と俺を結ぶ赤い糸、ナナ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 よし来い。わ、おっ、おい、ということでいきなり太陽の点数は 92.209 でございました。素晴らしいです。おお、いいですね。まあ、あの合計点数は後ほど発表ということで、はい、はい、いきたいと思います。それでは最後バラードチームいってみましょう。よし、じゃあちょっと、2曲目曲を発表してください。360位翔太さんバージョンですね。はい、フューチャリング中曽根泉さん。よし、勝つよ。よし、よし、頑張れ。これうわー、懐かしい。この曲、いい曲だよね。よー、歌ったらびっくりするね。あ、AI がビンビンだよ、AI が入ってるやん、もう。さすが出演してるわ。それでもいい、それでもいいと思える恋だが戻れないと知ってても、繋がっていたくて、初めてこんな気持ちになった、たまにしかることできなくなって、口約束当たり前で、それでもいいから、叶いもしないこの私を好きになる、そんな儚い私の願い、今日もあなたに会いたい、怖いくらい覚えてるの、ハモリ入っちゃってるから、あなたの匂いや仕草や私でしょ、そう言って笑ってよ、別れているのにあなたの言葉ばかり、恋が止まりくしなんて、恋がこんなに悲しいなんて、
言ってないよ、FBB は。さあ、採点のほどは。ふざけすぎだろ。何だってハモリとかやったらさ。ピーピーだろ、絶対。最後の最後。なんでお疲れ様でした。よっしゃ。合計点数が出たよということなので、はい、点数をちょっと発表していきたいと思います。はい、では僕らアップテンポチームから、はい、いきますよ。どうなるの、結構優勝ちゃう。アップテンポチームの点数は 186.832 でございます。おお、もう僕ね200点満点だからね。まあそうだね、はい、結構高いよね。バラードチーム、はい、発表お願いします。バラードチーム点数187.72。おお、ということでバラードチームの勝利。一応検証結果が出たんですけれども、はい、失恋して思い思いにハモった方が良いということですね。はい、わかりました。積極的に失恋してもらいたい。